寝ても覚めてもイキニワールド、夢中にさせちゃうぞ、イキニこと柏木由紀です。さあちょっとすっぴんで失礼いたしますが、今日はですね、まあちょっとお家ということで、インスタグラムの方で皆さんからいただいた美容に関する質問、これたくさんいただきます。もう男性からもたくさんいただいてたんですけども、今日はその質問に答えたいと思います。でせっかくなので答えながら今日はパックしたいと思います。パックしながら皆さんの質問、美容の質問に答えたいと思います。ということで、今洗顔して化粧水までやったんですけど、今日のパックはじゃじゃーん、こちらです。おー、ちゃんとなんか箱がいいですよ。カネボウのスマイルパフォーマー、珍しいパックなんで、これがちょっとご褒美にもよし、日々のお手入れにもよし、今日はこれを使っていきたいと思います。じゃあ早速開けたいと思います。なんかこのパックは頬、口角、あとこのフェイスラインにこうバンドがついてて、それをなんかこうグッて引き上げて、こう一番好きな顔の形、クッて笑顔になったままパックができるっていうシート設計になってて、中身こんなこれなんですけど、じゃあつけていきたいと思います。ピンで留めて、やばい、今日1本動画ずっとすっぴんのパターンだ。じゃあつけます。気になるでしょ、どんなか。これね、香りもいいのよ。なんかお茶の花の香り、キートピアっていう、それをアクセントにした香りで、あ、こんな感じで。なんか私好きなのが、もうこの時点でさ、ダラッダラのやつあるじゃない。これはね、そんなことがないからいいんですよ。開けます。あ、いい匂い。開けて、てかほぼすっぴんでって言ったけど、むしろほぼパック状態じゃんね、この一本は。よし、こうなってます。こんな感じ、バンドの部分がひっついてるんですけど、まずは目に合わせて、あ、もう私の顔とおさらばですよ皆さん。まあ最後にまた出すけど、はい、こうしてここを密着させて、ここ切り離します。そしてこれね、次頬、口角、これをすごいよ、これを押さえてグッと上に、うわ、こんな引っ張っちゃって大丈夫と思うでしょ。剥がれないんですね。あとフェイスライン、この2つをこめかみに重ねることで、ほっぺたと口角を引き上げて密着させる。すごい、勝手に笑ってる、こっちだけ見て見てすごいでしょ。この間に強力にホールドされるっていうものなわけですよ。てかこんだけ引っ張っても切れないっていうのがすごいよね。あげるよ、グッと。こんな引っ張っても外れないっていうのがすごいよね。はい、ここで密着されました。さあこの状態で質問に答えていきたいと思います。では早速質問に答えていきたいと思います。まつげがうまく上がりません。これは前動画にもしたんですけど、ポイントは下地だと思います。下地を塗って、その後に乾かす、乾かしてからもう一回上げる、ビューラーで。そうしてもう下地の時点でパチッとさせるんですよ。そこにマスカラをもうなんかこうやって塗る、のせるだけって感じにすると落ちにくいと思います。ぜひ動画でもやったので見てみてください。続きまして、ノーズシャドウをするとき加減が分からず、気づいたら歌舞伎役者みたいになります。コツを教えてください。私が入れるここにね、入れるノーズシャドウなんですけど、これは一回筆に色を取った後に、ここの手で落としてください。一回落として徐々に様子見ながら、薄いなーって、薄付きだなーって思いながらやるぐらいがちょうどいいです。すごい、喋っても全然剥がれない。メイクする時に一番気をつけていることは何ですか？これは自己満、自己満でいいっていう感じ、なんて言えばいいんだろう。メイクは誰のためのものでもなく、自分のためのものだと思ってるので、自分がテンション上がるような、完成形になるように、よし可愛い、よしできたって自分で肯定しながらメイクをやっていきます。続いて、ブルベですかイエベですか。これ一応プロの方に見てもらって、ブルベ夏だったんですけど、でも全然それだけにとらわれずに、あんまり似合わないとされているオレンジとかも全然使いますし、それだけに縛られないようにしてます。
続きまして、メイク直しはどれぐらいの頻度でしていますか？これはお仕事の時はちょうどなんか収録とかで休憩みたいな 1,2 時間後に休憩とかあるので、その時にちょっと直しますけど、普段はもうテレビとかお仕事じゃない時は家を出てしまったらメイク直しはしません。続いて、ダイエットしたことありますか？効果があったこと知りたいです。したことはあります。なんかドラマの時にいっぱい露出がある服を着る時に、本当卵ばっかり食べたり、なんだっけ、炭水化物とかを抜くやつ、糖質ダイエットしたんですけど、その時は痩せました。でもやっぱり糖質足りなくなって、ドラマ終わった後にいっぱい食べちゃったんで戻っちゃいました。だから今はもうダイエットはしてません。でもお腹が死ぬほど空いてない時の間食はやめるようにしてます。続いて、よく自分に合った化粧水をと聞きますが、どうやって今の化粧水にたどり着きましたか？私はスキンケアはとにかくいっぱいいっぱいいろいろ試しました。いいなと思っても他のやつも試してみたりとかして出会いました。でもあんまり固定しないことも多いです。続いて、ゆきにと同い年です。30歳だ。私も顎ニキビで今悩んでいます。食生活とかおすすめがあれば教えてください。そう、私も顎ニキビだけすっごいできちゃうタイプなんですけど、最近ちょっとマシになって気づいたのは、もう食べるもので言ったらやっぱり油っぽいものを食べたら確実に顎にニキビできるなって気づいたのと、あと睡眠です。私はとにかくもう12時前に寝るようにしてからかなりニキビが減るようになりました。睡眠時間、これはもう超おすすめです。続いて、高校生の女子です。脱毛していなくてした方がいいか悩んでいます。まあね、お金もかかりますからね、脱毛は。だから結論、私はしてるんですけど、20歳ぐらいの時にしたんですけど、まあやってよかったなとは思ってます。正直めちゃくちゃ楽ちんだし、私は職業柄いっぱいね露出することがあるのでやってよかったなと思うけど、絶対やった方がいいっていうことでもないかも。だって普通に生きててさ、そんな脇とかさずっと出すことなんかないじゃないですか。だからまあすっごく処理するのが面倒だなと思ってるんだったらやったら楽かもしれない。続いて、綺麗にネイルを塗るコツ。これはもうひたすら回数を重ねることです。何回も何回も、あの字の練習とかも何回も書いてるするじゃないですか。あれみたいな感じで、ネイルはもう何回も練習するのみだと思います。でもね、塗りやすいネイル、塗りにくいネイルあると思います。だから塗りやすいネイルを見つけるっていうのも一つの手かなと思います。続いて、ゆきりんがメイクしてて一番楽しい瞬間は？これはもう完成した時。でも一つ一つのアイメイク完成よっしゃとか、まつげがうまくいったよっしゃみたいな、そのちっちゃい楽しみもあるけど、最終的にやっぱり全部完成した時が一番楽しいかな。あ、これね、男性から来てました。女性に対してお化粧上手ですねというのは褒め言葉でしょうか？難しいね。私はめっちゃ嬉しいけど、メイク大好きだから、まあ人によっては、え、ってことは素の私はダメってことってなるから、まあパートナーにはあんま言わない方がいいかもね。喧嘩の元にならないとは言い切れないから、別に言って嬉しい人もしかしたら少ないかもしれない。私は嬉しいけど、なのでまあわざわざ言わなくてもいいと思います。女子同士だったら嬉しいと思う、このメイク可愛いとか、あ、今日も可愛いねでいいんじゃない？化粧が上手だねより、今日も可愛いねで、今日も綺麗だねが一番いいと思います。はい、うまくまとまったから終了。さあ、ということで、すごいね、ずっと密着してたよ。この動画大丈夫？誰って感じで剥がしとこう最後に。あー、すっきりした。これはね、ぜひ普段のお手入れにプラスでスペシャルケアとしてね、明日ちょっと大事な日だなと、特別な日の前にとかに使いたい。あー、最高。さあ、ということで、美容の質問ためになった、ゆきりんバックしてる姿も良かったよっていう方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、以上、柏木由紀でした。またねー。